こんにちは。ということで、ガイダンスですね。今日タイトル、秋からはスピード志望を目指す単論一期合格ということで、ちょっと話をさせていただきたいと思います。ズームの方も、だいぶ多く参加されているということですのでね、よろしくお願いしますということですね。はい。で、今日使っていくレジュメなんですけれども、私の方の冊子上のレジュメと、レックのパンフレットというところをちょっと使っていきたいと思っていますと。で、と皆さんね、担当試験、今年受けられた方もいらっしゃるでしょうし、これからどうしようかなと思っている方もいらっしゃると思います。ただ、本当に勉強法さえ間違えなければ、担当試験っていうのは突破するのは私はそんなに難しくないと思ってるんですね。で、なかなか今年受けられた方ね、そうは言っても、今年ちょっと難しかったですよね。で、一般的に私がいろいろ伺ってるこう話をね、いろんな受講生の方と話をしたんですけど、特に特許がやっぱり今年は難しかった。で、特許が大体、通常の年よりか2点ぐらいちょっと低いかなっていう感覚的に、全体的に。だから、プラス2点すると通常の特許の点数。だから通常11点から12点ぐらい、大体受かる人っていうのは特許取れるんですけど、今年は結構10点前後ですかね。取れてれば、特許に関しては、そんなに極端に悪くないのかなと。で、意匠商標に関しては、当然過去問ベースとかもあるんですけど、意匠に関してはそうですね、ちょっと点数取ってほしかったと。8点とか9点は結構満点という人も意匠はちらほら見れるので、もうちょっと点数取れたんじゃないかなと。で、商標はいくつあるか問題とかもちょっとありましたので、それでも取れてる人は8点から9点ぐらい取れてるということになります。で、下3歩ちょっと難しかったよね。受けた人はね、分かると思いますけど、条約、勅付両方とも難しかったんで、点数取るの苦労されたかなと。ただ、条約に関しては、PCT に関してはね、講座の中で私なんかはよく順番を理解するよりかはしっかり流れを抑えてくださいと。で、フローから、妥当かどうかっていう観点から解いてねっていうことで言ってるんですけど、結構自分の受講生さん PCT 取れていて、3点4点だから、この PCT だけで足切り逃れてるとかいう方もいらっしゃって、で、パリ本当は取ってほしかったんですけど、結構 PCT が取れてるなという人も多かったかなと思います。はい。で、勅付はやっぱりちょっと難しくて、勅付で足切りになっちゃったとか、今年は本当にね、下3歩で足切りって方がちらほらいて、40点以上取れてるんだけど、勅付で点数取れませんでしたとかっていう方も結構見受けられるので、ちょっと、来年に対してどう対策を立てるかっていうのは重要になってくるかなと思いますと。で、実際今日配ってるレジュメでちょっとお話をさせていただくと、こちらですね。で、そもそも、この秋の講座、この受験生の推移とかあるんですけど、で、今年のまだ統計がちょっと出てないんですけれども、ちょっと今年もしかしたらね、1個ね、特許庁が回答増えたところがあったんで、あれがどういうふうな影響になるか分かりませんけれども、合格ボーダーは39で多分変わらないんだろうと思ってます。もうこれはずっと最近変わってないので。だから、やっぱり担当試験に関しては、40点以上を取るような目標で勉強していただきたいというところですね。で、この秋からのコースっていうのが、大きく分けて2つの受講生さんがいらっしゃいます。で、1つは、本当に今年から初めて勉強しますよっていう、ちょっと勉強しようかなと思ってる時に、見たらちょうどこの時期から始まるんでっていうところで、勉強していきますと。で、去年の受講生さんの方も、大体そうですね、半分ぐらいはそうだったかな。半分がちょっとそっちの多かったかな。で、あともう残り半分、ないしはその3分の1ぐらいが、再受講というか、今まで勉強してきていたんだけれども、ちょっと担当試験まだ通ってませんということで受験されているという方ですね。で、ちょっとこれ勉強のスタイルが変わるんですよ、やっぱり。で、ちょっとね、去年はね、そうか、逆だな。去年は1年目の人が多かったんだな。1年目の人と2年目以降の人の勉強の仕方が変わってきて、で、何が違うかというと、1年目、本当にこれからしっかり勉強を始めようという方は、まず基礎力をしっかり固めるというところの意識を持ってほしい。だから、入門講座とかそういうのを含めて、一個一個の知識を確実にしていくと。で、まずは、担当試験に合格をするという、特に今年は担当試験5月になりそうですので、5月の担当試験になんとかね、やっぱり受かりたいと、絶対受かるんだという気持ちでやっていただきて、で、それに対して2年目以降、
なかったですね。要するに、まあちょっと、残念ながら今年の結果が芳しくなかったですとか、もしくは、まあちょっと受験、今年はできなかったけど、今まで勉強したことがあるよっていう方は、まあこういう方は、まあ論文試験まで何とか確実に受かるような気持ちで進めていただきたい。たまたま今年の担当試験の結果は、ね、うまく、ね、結びつかなかった。点数に結びつかなかったかもしれませんけれども、来年担当論文で一気に受かればね、例えば今年担当だけ受かって論文ダメでしたっていう人と変わんないですから、来年一気に受かれば。だから必ず来年論文まで受かるんだっていう勉強を、まあ、していけばいいというふうに思います。で、そういうふうな形で講座を、まあ、しっかり、活用していただきたいという形ですね。で、まあ、担当試験、論文試験、口述試験というところで、まあ、ここら辺の話はまあいいんですけれども、まあ、簡単に言うと、まあ、一番最後のところです。ちなみに問題の解きにくさっていうのは、これ、まあ、1、2、3。321っていうのを私よく話をするんですけど、これ何を話をするかっていうと、まあ、担当論文口述ってあるんですけど、問題試験として実は口述試験っていうのが一番最後ですね。弁理士っていうのは担当から始まって論文口述って進んでいくと。で、特に1年目の人とかは、まあ、まあ3つの試験があるっていうのはね、多分パンフレットとかで見ていただいてると思うんですけれども、まあ最初ね、担当の問題だけやろうと。で、まあ、論文とか特に口述なんてのはまだ最後だからこれはいいかと思うんですけど、実はねこれ逆で、問題の解きやすさって一番優しいのは口述なんです。これ口述は非常に優しい。なぜかさ、口頭で答えなきゃいけないので、複雑なこと聞けないんですよ。で、担当試験が実は一番難しいんですね。だから担当試験が一番難しいので、実はね、時々勉強し終わった後に担当の問題をなんか一生懸命ね、解く人がいるんですけど、私はこれはいらないと思ってます。特に年内に関しては担当の問題は解く必要はない。問題を読んで、回答を読んで、何が聞かれてるかっていうところをしっかりと理解していっていただきたいと思ってます。で、問題のところはね、もう一番最後ですね、来年の2月ぐらい以降で全然問題ないです。まあ、早ければ1月ぐらいからですけど、まあ、一応まあ年明けぐらいからでいいかなと。で、逆に言うと、その年内に関しては、担当問題で問われているところをしっかりインプットして、わからない問題っていうのをできるだけ少なくしていくと。でね、これ、まあ、ちなみに私自身がまあ弁理士になる前っていうのは、で、ずっと学習塾で、まあ、教えてたんですけど、まあ、そういう、なんですかね、小中学校時代の教育の弊害で、なんか問題を解くのがいいと思っちゃうんですね、どうしても。自分で問題解いて答えを出していくのがいいと思うんですけど、で、そうじゃなくて、実は。それってすごく時間かかるのよ、最初は。だから、まず最初は真似るってことが大事ですから、なんでその回答になるのかなっていう勉強していただければいい。ということになります。だから、まあ、そういった意味では、年内に関しては問題解く必要がないと。ただ、口述ってすごい解きやすいんで、実は口述なんかの勉強を使うと非常にですね、効率よく論文とか担当の勉強ができるんですね。で、そこについてはまた講座の中で話をしていきたいと思うんですけど、ただそういった意味では担当の問題って実はすごく難しいので、なんか丸バツだから解きやすいだろうと思っていたら、そこはね、足元をすくわれちゃうということになります。で、第一のまず目標に関しては、もうこれ単純で、担当試験で39点取る。ちょっと雑に書きますけど。とにかくこれを皆さんは最初は目指していただきたい。担当試験で39点を取るんだっていうところを目指していただきたいっていうことなんですね。で、まあ、今後勉強、まあ、今日は Zoom で見られている方もいらっしゃって、まあ、通学ができるかどうかってところあるんですけれども、まあ、このコースはまあ通学が余りまして、まあ、ちょっとね、今コロナとかで、まあ、東京もね、すごい人数出てますから、いろいろと不安なところはあるんですけど、ただ通学できるメリットっていうのは、やっぱり一番大きいところは、フェイストゥーフェイスでいろいろ話ができるところだと思ってます。で、当然、まあ、通信、自分、まあ、入門講座って通信専用の講座やってますので、通信は通信なりのメリットが、まあ、ありまして、あるんですけど、ただ通学は通学のやっぱりメリットがあると。で、それは、まあ、フェイストゥーフェイスでできると。で、実はね、担当試験に受かるパターンっていうのはもうこれ決まってるんですよ。決まっていて、何かと言ったら、講座に出て、で、帰りに分かんないところを、間違えたところを質問して帰る。このサイクルを毎週毎週やっていけば受かります。なんだけど、意外に毎週ができないんですよ、これ。で、例年言うんですよ、私。だから、最後まで残る気持ちで聞いてってくれ。分かんないこととかできなかった。でね、特にね、分かんないところって、
あるのかなって言ったら、意外にないんですよ、勉強していくと。これ逆説的かもしれませんけど。なぜかって言ったらね、結構問題集読んだりとか、いろんなね、レジュメを読むと分かっちゃうのね。だから、ああ、こういうことね、とか、ああ、こう、そうだ、そうだ、審判官だ、とかいう形で、あ、間違えたってことで納得するんですけど、実際って、そこじゃないんですよ、聞くのは。で、よく私が合格するために必要なことっていうので、言ってるのが、二つの why、二つのなぜっていうのを、よく言うんですね。これもしょっちゅう、私の講座出てる人はまたこんな話かみたいな、いう形で、これよく言っていて、まあ、二つの why、なぜって。で、何を確認するかしたら、一つ目は、その条文がなぜどう、そうなってるかと。条文とか制度ね。例えば、なんで独立特、まあ、まだ勉強した人はわかんないと思いますけど、例えば独立特許要件とかあるんですよ、補正したときに。なぜ独立特許要件を要求されるんですかとか。なぜ最後の拒絶通知があるんですかとか。そういう、まあ、条文とか制度のなぜですかとか、規定としてなぜですかと、そこまでしっかり潰す必要があるっていう。で、これが曖昧だと、やっぱり勉強しててダメなのね。何かって言ったら、知識をね、いくら上積みしたとしても、上に積んでいったとしても、理解が追いつかないんですよ。だん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 。で、最初の頃は言うわけですよ。なんとなく分かってますって。で、なんとなく分かってるだけだと、やっぱりダメで。だからそこをしっかり潰していただきたい。なんでそうなってるんだろう。でね、これは結構皆さん意識するの。多くの受験生。で、ここはだから気にしないんですけど、もう一つは、これがすごく大事で、なぜ間違えちゃったのか、なぜミスをしたのかっていう。で、これをしっかりと潰していただくっていうのが重要なんです。ここがすごく重要。で、これどういうことかっていうと、例えば担当試験ってこれから勉強していった時に間違えちゃうのね。やっぱ間違えちゃった、まあ、間違えちゃうって失礼ですけども、間違えますよ。で、間違えた時に、なんで間違えちゃったんだろうっていうのがあるわけ。ね、で、ここの潰し込みっていうのが実はほとんどの受験生ができてないんですよ。単純に、ああ、間違えちゃったと。あ、そうそうそうって、これ今よくある、例えばさ、審査官とか審判官の主語が違うと問題があるのね。実はこの問題は審査官じゃなくて審判長が主語ですよってことで罰でしたとかってあるわけです。まあ、審査官の審判官ないか。審判長と特許庁長官だな、よくあるのは。審判長長官じゃなくて、ここは特許庁長官ですとか。例えば、審決予告を出すのは、審判長ですとか、審決謄本送達するのは特許庁長官ですとかってのあるんですけど、で、そこって条文見れば書いてあるわけね。で、条文見れば書いてあるから、ああ、そうそう、間違えちゃったと。自分としては。ああ、そう、特許庁長官だったよね、っていうことで終わっちゃうの。で、次行っちゃうの。で、そこ間違えたと。自分忘れてたと。でも、なんでじゃあ審判長と思ったのかっていうところが実はすごく重要で。そこ間違えた原因があるはずでしょ、自分で。なぜその問題を審判長だと思ったのか。いや、勘違いしたからですって。それいいんですよ、勘違いした。なんで勘違いしてたか、そこをすごくしっかり潰すことが大事で。で、それを聞いてほしいんです。例えば生で通えるのであれば。だから全部間違えた問題を、まあ、全部聞けるかどうか分かんないし、時間的な都合もありますけど、ただやっぱり僕はこう考えちゃったとかっていうのをしっかり言ってほしいし、分かんないことは聞いてほしい。で、分かんないことを質問できる人は受かってます。本当に単純にそれだけで、例年ね、大体1人か2人いるんですよ、最後まで残る人って、質問。で、最後まで残る人って、例年受かってるんですね、やっぱり。で、そういう問題をやっぱりしっかりと潰していくってことが重要で、特にね、私の講座って、まあ、ちょっとね、バラバラに話して申し訳ないですけど、最後の方になると帰れませんっていうのやってるんですよ。大体、後半になってくると。最初の頃はやんないんですよ。かわいそうだから。で、最後の方になってくると帰れませんと生の人はやるんですけど、まあ、通信のウェブフォローだとちょっとできないので、まあ、問題をお渡しするぐらいになっちゃうんですけど、何かっていうと、担当の問題を20枝ぐらい解いてもらう。で、20枝ぐらい解いても、20枝、まあ、大体20枝ですけど、最近は。20枝解いてもらって、で、まあ、ちょっと今コロナがあるんで、昔は並んでもらってたんですけど、今ちょっとね、行列はまずいですから、一応終わったら手を挙げてもらって。黙ってね。で、一応私が見に行くんですよ。で、いくつ違うまで教えてあげるの。20問中。20問中3つ違うとか2つ違うとか。で、2回目からは条文見ていいって言ってるんです。で、1回目は条文見ないで解いて、で、2回目は条文見ていいですよっていう。
それを毎週毎週最後の方ってやるんですけど、で、そうすると自分がどこが間違えてて、どこが分かんないかが分かってくるんですよ。で、どこが間違えてるか教えないから、こっちとしてはね。二つ違うしか言わないから。だから結構正解だった枝を直しちゃったりするわけよ。最初自分が丸だと思ってたら、バスに直したらそこじゃなかったと。それは実は丸で合ってたってことはあるわけですね。ちょっとそこって本来分かんない枝だから聞かなきゃいけないんですよ、帰り。丸とバス由来なわけでしょ。でもね、意外に皆さん聞かないのね。で、私いつもだから、私はそれ把握してるから、毎週思うんですよ。あれ、あの人今日4問ミスってたのに、もういねえな、みたいな。帰っちゃったな、みたいな。で、そこを、ここで間違えましたとか、こういう理由で間違えたとか、なんでこうなってるんですか。で、後で回答を見りゃ分かるんですよ、答えは。後で答え見れば、ああ、そういう理由でバツだったとか、そういう理由で丸だったっていうのは分かるんですけど、ただ、それだけだったら、多分2週間とか経ったらまた間違えるんですよ。なんでかっつったら、なんで間違えたか分かってないから。だからどうして間違えたかってところを潰してもらえば本来はよくって、それをちゃんと毎週聞いて帰れば分かるんですよ。単純にそれだけなの。講座に来て分かんなかったことを聞いていくっていうだけで、実は担当試験っていうのは点数を取れるはずなんですけど、なかなかそれができない。で、なんでそれができないのかなって、やっぱ恥ずかしいんだよね、聞く方としては。気持ちは分かるんですよ。で、この間ね、ちょっと関係ないんですけど、なんかまあ、ほら、アマゾンとかって、Kindle なんとかって登録、アマゾンじゃないや、アマゾンか。Kindle なんとかって登録してるとさ、ビジネス書とかってある程度定額で読めるんですよね、何回も。で、その中にね、何でしたっけ、なんかね、5%の社員だけができる本みたいなのがあったんですよ、そんな本が。で、何やってるかっていうと、なんかね、AI で解析して、売上のトップ5%の社員がどういう行動してるかみたいな。ね、まあ、うさんくさいでしょ、大体そういうのって。まあ、うさんくさいけど結構好きなんで、ビジネス書。で、読んでたら、面白かったのが、わかんないことをわかんないって言える社員がどれぐらいいるか。自分がわかりませんって。って言ったら、そのできる社員の方ですね。できる社員の5%のできる社員は、なんかね、70%の人が自分がわからないっていうことに抵抗がないっていう。で、残りの95%、いわゆる一般の社員の人は、わからないってことに抵抗がね、ないっていう人がね、20%ぐらいらしいんですよ。で、一般的な社員の人は自分がわからないってことが言えないので、だから結局、仕事がうまく進んでない。で、実は仕事が売上がトップの人ほど、自分がわかんないことはすぐわかんないわかんないって言えちゃうっていう。それで人に聞いたりとかってことで問題を解決してってるみたいなこと書いてあって、それだけはなるほどと思って、それでみんな質問してこないのかと。 やっぱり恥ずかしいね。どうしても気持ちはわかるんですけど、ただやっぱり、まあ、これから勉強していくって皆さんスタンスね、これからわかんないから勉強するわけですから、それは気にしないでいいんですよ。で、わかんなければどんどん聞いていく。で、わかんないことってそんなにないんですけど、実際読めば。ただ、その確認をするって意味で、やっぱり質問するってことをしていただくのがいいんじゃないかなと。で、特に今言ったこの2つ目ね、なぜミスをしたのかってところをしっかり潰していただきたいということになります。だから、まあ、まずはその講座に関しては、で、私自身もやっぱ質問していただくのは非常にありがたくて、で、自分の講座自体っていうのは、まあ、いろんな質問を受け付けるんで、講座の中でも、なんですかね、質問したことに対してはもう答えてるんですよ、全部。最初からね。要するに、ある程度講座をする上で、ここよく質問を受けるなってことは先回りして全部言ってるんで、だから8割方それ潰れてるんですけど、やっぱりそれぞれね、その人その人分かんないことはバラバラにありますから、だからそこはカスタマイズする必要があって、そこは皆さん発信で言ってもらわなきゃしょうがないと。で、実際、まあ、ツイッターとかでも私、質問受け付けるよっていう。自分の通信のウェブコースなんかもあるので、質問とかツイッターで投げてねっていうこと言ってるんですよ。だ、例えば今回もね、担当論文のコースでも、ちょっと通るの難しいなと、なんか話聞いてね、ちょっと東京に近くないと、今ね、ちょっとコロナですから、ちょっと離れてるから行きたくないと、で、ウェブで聞こうかなと思ってる人も全然聞いてもらって構わないんですよ。で、後半の方なんかね、去年とかってアンケートサイトみたいにやってて、毎週じゃないけど、今週やって分かんないことありましたかみたいなアンケート出してたんですよ。で、それで、まあ、生の方入れてもらったんですけど、通信の方もウェブフォローって水曜とかに聞けるんで、全然入れてもらっていいんですよ。そしたら講座の中で説明するし、で、後半の、担当、何でしたっけ、最終チェック講座とかそういうやり方してましたね。毎週アンケート入れてもらって、で、まあ、途中でも、まあ、今年もやろうかなっていう。結構ね、何時間勉強しましたかとかってアンケート入れてもらってると、やってる人は30何時間とか。やってない人は2時間とか、結構ばらつきがあるんですけど、だ、そういった意味でやっぱり積極的に講座をや、関わっていくってことがすごく重要だと思います。で、あとね、ちょっとレジュメの方の話をすると、資格試験の、私これ、まあ、最初ちょっとね、まあ、こちらはちょっと入門、
ちょっと今日生のね、いらっしゃる方は、顔なじみの方ばかりですから まあちょっとどうしてもね、話がそうなっちゃうんですけど、ズームの方もちょっといらっしゃって、いろいろ話をしていきますと、資格試験というか、私言うのは、勉強じゃなくて仕事ですよっていうことをしっかり意識してほしいっていう。で、本当に、まあ結局、まあ去年とか、まあ例年教えてて、やっぱり多いのが、勉強だと思っちゃってる人が多いんですよね。で、勉強だと思ってると、結局だから、これ、資格試験っていうのは仕事として捉えてほしいっていうのはすごく言っていて、で、仕事って、まあ私なんかも普段明細書とか書いてますけど、意見書とかね、明細書とか意見書って、まあ他の皆さんやってる仕事でもいいですよ、皆各自仕事で、学生の方であれば別に何でもいいですよ。まあ学生の方はちょっと難しいかもしれないですけど、仕事されてる方は分かると思いますけど、仕事って誰のためにしてるかっつったら、これまあ自分にもプラスになるんですけど、自分のためじゃないでしょ。意見書とか、例えば明細書って、お客さんが満足いくものを書くんですよね。で、自分がやりたいことをやってたら仕事って成り立たないんですよ。うん、事務所なんかでもよくそんな話するんですけど、どうしてもね、明細書とか自分で書きたいこと書いちゃう人がいるんで、うん、いや、それお客さん望んでること書かなきゃダメですよっていう。うん、で、自分でやりたいことやれる人っつったら、もうなんか陶芸職人とかになるしかないですよ、芸術家に。うん、自分の好きななんかあれを作るみたいなね。誰にも文句言われないと。俺のスタイルがあるんだみたいなね。言うならいいんですけど、通常の仕事ってやっぱり、ね、だってお店行ってハンバーグ頼んだのに牛丼出てきたら嫌でしょ。いや、今日私牛丼出したい気分だってさ、こっちがうまいからこっち食えって言われてもさ、いやいや、俺ハンバーグ食いたいんだよってなるじゃない。で、それはやっぱり、で、私なんかね、私ハンバーグ好きですけど、ただね、なんか最近なんていうんですかね、肉汁が出てくればいいみたいな風潮があってさ、だから生で出てくる時あるんですよね、中が。で、私お腹痛くなるんですよ、生で食べると。だからよく焼いてほしいのよ。大体もうネットの評判で、なんかね、牛肉100%で赤いハンバーグですとお店行かないのね。もう最初から。お腹痛くなりそうだから。で、まあ、時々お店聞いてくれますよ。どれぐらい焼きますかと。で、私だからしっかり焼いてくださいって言うんですけど、いや、うちのはもう生がいいですからってね。やっぱり、押し通されても困るわけね。うん、こっちがやっぱり食べたいのは違うから。それと一緒で、やっぱり皆さんとしても仕事っていうのは、やっぱ相手の望むことをやらなきゃいけない。で、ところがね、勉強になると違うのよ。自分でやりたい勉強しちゃうの。うん、いや、審査基準とか見なきゃダメだとか。いや、なんとかこれやんなきゃダメだ。いや、この過去問はしっかり考えなきゃダメだとか。で、それだと受からないです。うん、だからやっぱり、試験員が望んでるところをあっさりとやっていくっていうのが大事ですから、やっぱりこれ仕事。で、仕事って結局何が違うんですかっていうと、仕事と勉強の納期って、じゃ違いって、納期があるかどうかなんですよ。で、私これいつもすごい意識をしてほしいんですけど、来年の、まあ、多分これ担当って5月ですよ、もう。多分今年7月になったので、来年5月に戻ると思うんですけど、結局5月の担当試験に間に合わなかったら意味がないんですよ。どんなに一生懸命やっても。で、来年の5月の試験のタイミングで、担当試験で39点取れる力がついてなければ、これ意味がないですから、そこをしっかり間に合わせるっていう勉強をしていただきたい。うん、だから、そうすると、じゃあ何を意識すればいいんですか？受かるためにはってことで、二つで、時間ですね、まず一つは。時間を意識する。だから、だらだらやっても、しょうがないですね。で、これどこ書いてあったっけ？次のごめんなさい、4ページのところの真ん中で、学習時間で、よかったら1週間に20時間確保してくれ。まあ、これが一つの、ボーダーだと思っていて、で、20時間勉強時間取れると、まあ、いい感じかなと。でね、10下回るときついです。やっぱりちょっと追いつかない、勉強。やっぱ人間って忘れる量もあるからね。うん、だから知識としてはどんどん忘れてっちゃうから、一生懸命ね、勉強しても忘れる量よりかは多くしなきゃいけない。ということで、20時間は確保していただきたいんですけど、で、その20時間をしっかり有効活用していただく。だから今言って、だからよく言うのはね、例えば1日2時間勉強してる人と1日4時間勉強してる人がいると、2人ね、 A さんは2時間、 B さん4時間で、 B さんが倍できるかと言ったら、実は B さんの方が成績良くないっていうことあるわけですよ。で、それはね、いや、それはね、 A さんの方が頭いいんだよと思うかもしれませんけど、そこを置いといてね。で、なぜかっつったら、単純で A さんは2時間だったね、さっき言ったように、最初の頃だからといって、問題と回答を読みながら、例えばもう20問ぐらいやっちゃってるわけよ、2時間で。ただ B さんは、さっき言った、本格派なのね。だ、俺はちゃんと考えるんだと。
ね、答えを見るとは何事だと。まずは考えるぜって言って、4時間やって3問しか進まなかったと。それは明らかに勉強量足りないですよね。時間じゃないから。いくら4時間でやりましたって言っても、3問分しか勉強プラスにならないんですよ。考えたから力になるかって言ったら、まあ、そういう時期も来ますよ、将来的には。考えれば考えると力になるって時期も来るけど、やっぱ最初の頃はね、ある程度量をこなす必要があります。で、そういった意味では、その時間を効率的に使うという意味では、時間と括弧2番、結果ね、今言ったの。要するに1時間で何問解いたかとかいうことがすごく大事で、だ結果を意識する。で、私自身がよくだから最初の頃言うのは、分かんない問題はどんどん飛ばしてくださいって言います。もうどんどん飛ばして構わないと。で、皆さん飛ばすのは結構ね、嫌がるんですけれども 解きたいんですけど、でもやっぱりどんどん飛ばしてもらえばよくって。で、なぜかと言ったら、どうせ分かんないんですよ、最初の頃。どうせ分かんないですし、で、もう一個、この右側に書いてありますけど、最初、学習するときに大切な考え方があって、何かと言ったら、これね、忘れるっていう。どうせ忘れるんですよ、勉強してる。細かいことやっても。で、例えば、まあ、今年のね、論文、頭担当試験も、やっぱり点数取れませんでした、ね、どうしてもなんかね、うまくいかなかったよという人も、よくよく見て、後で見たらね、あ、これ、講座で聞いたことがあるとか、そんなことはよくあるわけよ。あ、これ、そういえば言ってたな、みたいな。やっぱ、どうしても忘れるわけですね。だから、もう忘れるっていうことは、もうすごく当たり前だと思ってなきゃいけなくて、じゃあ、そのためにどうするかって言ったら、まず一つは、これ、繰り返すっていうことが大事なの。勉強って。だからさっき言った飛ばしていいですよっていうのはそういうことで、例えばさ、その3回繰り返すんであれば、1回目って3分の1理解すればいいのよ、極端なこと言えば。だから全部理解する必要なくって、3分の1だけ理解すれば、2回目で3分の2、3回目で3分の3で、ちょうどね、100%になるから。だからゆっくりやって、一生懸命やって、時間かけて1回やるんだったら、雑、まあ、雑ってことは悪いですけど、軽く3回繰り返した方が全然いいです。それからもう一個は優先順位です。そうなった時に、で、優先順位っていうのは、やっぱり試験でよく出るところ、もしくは最初に理解しなきゃいけないところを、しっかりと最初に、なんですか、やるというか、その感覚がすごく大事ね。で、ここが結局どれだけ早く合格するかの秘訣で、で、うまくやっぱりね、ここができないんですよ。どっからやればいいかっていう。で、結構目先に追われちゃって、ああ、これできないな。例えば最初勉強していくと審判とか出てきたりとか、で、審判難しかったりするんですけど、いいんですよ、そこが難しくて飛ばしてもらえばね、ある程度やったら。で、何回かやっていくうちにできるようになってきますので、その繰り返し徐々に徐々にやっていくっていうところを意識していただけるとよろしいんじゃないかなと思います。だから、まあ、学習するときに関しては、どうせ忘れるんだから、何回か繰り返しやっていくぞっていう気持ち。で、実際この講座でも、まあ、今言った、まあ、入門講座で、まあ、基礎力セットアップってここで言ってますけど、基礎力セットアップとか担当解放とかっていうことで繰り返しやってきますし。で、私自身が、結構講座で、よく自分ではね、サブリミナルの講座だって言うんですけど、結構関係ないことをポコポコ言うわけですよ。だから、まあ、今忘れてもいいけどみたいな感じで、ここって実は防護表彰だと違ってんだよねみたいなことを時々言うんですね。で、そこを何気なく言ってるところなんですけど、じゃあなんでそこで言ったのかって言ったら、それって試験に出てるからなんです。で、私が基本的にボソボソ言ってることも、ボソボソっていうか、いろんなこと言うんですけど、それって全部担当試験に直結してるんですね。で、担当試験に関係ない、まあ、関係ない話も時々しますけど、ただそれは関係ないって言ってますから。だ、そういったところを拾っていっていただければ、繰り返しね、構わない。だ、そこを繰り返し繰り返しやっていくってことがすごく大事です。で、あとは、まあ、一般的な話を言うと、やっぱ時間をしっかり作ってほしいっていうことですね。で、時間に関しては、やっぱりね、資格試験の勉強って時間が取れないんですよ。で、これから特にこれから始めようという人は、まあね、まあ、今、なんですかね、まあ、勉強始めようと思ってる人はさ、まあ、なんとかね、なるぞと思ってるかもしれませんけど、意外にいろんな邪魔が入ってきます。それは例えば、まあね、コロナのおかげで、おかげって変ですけど、コロナの関係で多分飲み会とかは減ってると思いますけど、ただまあね、それもリモート飲み会とかさ、
いうのがあって、今年の、そうね、受講生の方がなんか担当試験の直前にリモート飲み会があるみたいな、かわいそうにと思って、なんかそれの幹事をやってましたけど、うん、で、まあ、なんとか無事に担当受かってましたからよかったんですけど、なんか直前の金曜日になんか、なんかリモート飲み会があるみたいな、断れないんでしょうね。うん、まあ、そういうのもあるけど、まあ、通常はもう最近昔に比べれば減ったかなと。ただそうは言っても、やっぱり皆さんその仕事があるんでね、仕事とか家庭が。学生の時みたいに勉強だけしてればいいわけじゃないので、やっぱりうまく時間を作るということはすごく大事だと思います。うん、で、そのためには時間を増やす勉強法っていうところが、まあ、そこに3つ書いてあるんですけど、まあ、まず1つはもう物理的に増やすっていう感じですよね。まあ、物理的って書きますけど、うん、で、簡単に言えばもう寝ない それ一番増えますよね。うん、寝る時間削るとか。で、これ現実的じゃないですよ、物理的に増やすっていうのはもう。うん、ただ、もう一個現実的なのは、会社を早く帰るとかね。いうのは現実的にはあって、事務所を早く帰るとか。最初の頃はね、あれ、急に早くなったねって言われても、もう気にしない。うん、もう定時になったら帰るぐらいの勢いでね。うん、もう何か言われたら、労使に書き込むぞぐらいの勢いで もうやっていただいて。うん、やっぱもうね、自分のまずね、勉強をしっかり意識した方がいいかなと。うん、で、ここもね、結構やっぱりいらっしゃるんですよ。受講生さんでやっぱ仕事が忙しいとか、まあ、気持ちはわかるんですけど、ただやっぱり仕事とね、自分の人生考えたら自分の人生優先だと思いますから。うん、だってね、今の会社とか今の事務所が一生守ってくれるわけじゃないからね。だからやっぱそういった本当に冷たい言い方ですけど。うん、って考えたら、私の中での優先順位って、ちなみに、一番家庭ね、まず。家庭的に言いますとね、一生後悔するから、家庭は絶対優先した方がいい。うん、そこはだから絶対味方にして。で、2番目はやっぱご自身ですよ。ご自身が体調崩したら意味ないから。で、ご自身優先して。で、3番目勉強ですね。で、次仕事です。で、仕事っていうのはね、結局、そういうもんなんですよ。例えばまあ、今ね、仕事忙しくて、なかなか手が回りませんって言うんですけど、じゃあ意外に、やらなかったらクビになるかさ、クビにはならないので、別にサボるという話じゃないですよ。そこはただ自分の勉強時間をしっかりなあなあにしないで確保した方がいいんじゃないかなっていう。うん、で、自分とか、まあどちらかというと今事務所だと雇われるとか、まあ、別に経営者じゃないですけど、雇う側に近い今立場なので分かるんですけど、意外にね、今のご時世人は切れないので 結構うるさいんですよ。だから、うん、だから、まあ、ちょっとこの人できないなと思っても、やっぱなんとか育てようって方向にも行くんですよ。だ、そういった意味でやっぱりご自身の勉強っていうのをしっかり優先させていただくのがいいかなと思いますね。で、あとは2番目として、だから物理的な勉強時間を増やすのは限界がありますから、これ何かと言ったら、学習量を増やすっていう。で、これはさっき言ったように、ちょっと字汚くてごめんね、ガタガタ。学習量を増やす。で、学習量を増やすってことは、1時間で10問解くのと、1時間で5問解くのであれば、10問解いた方が効率がいいですから。で、特に1年目でこれから勉強を始めようと思ってる人は、やっぱり最初考えちゃうのよ。うん、どうやって解こうかな、どうしようかな、どうやってやるのかなって。で、考えてるだけで時間経っちゃうから、もう分かんなかったらすぐ飛ばす。で、それでいいです、最初の頃は。で、不安だったら私に聞いてください。これ、こんだけ飛ばしてるけどいいですかって。うん、多分いいですってほとんど言うと思いますけど。うん、ただ、まあ、ここは授業でやったからやった方がいいんじゃないとかっていうことはあるかもしれませんけど。うん、で、学習量を増やす。うん、ということですね。で、3番目。で、もう1個は、今度は、簡単に、勉強量を減らせばいいって。だから、学習量をプラスするか、勉強量。要するに、インプットする量を減らすか、インプットする内容を減らすか、インプットする量を増やすか、自分がね。もしくは、インプットする量を減らすかっていう。で、これどういうことかさ、これがさっき言った優先順位ってやつです。で、私自身は、講座の中では、だから試験に出ないことはあんまり重要視してないです。だから、判例とかに関してもそんなに話しないのね、私。なぜかと、試験に出るのがもう決まってるから。で、試験に決まってるところをまず優先して、うん、で、そうじゃないところに関してはもうどんどん削っちゃうと。だから、もうこれ出ないなと思ったらもうあんまりやらない。で、逆に出るところはきっちりやります。うん、とか、あとは、非常に、なんですかね、重要なところ。うん、ここはしっかり理解した方がいいなってところはめちゃめちゃやったりしますね。例えば、典型的な商標法とかって、私、1条とか2条の説明めちゃめちゃ長いんですけど、大体本当に1回の講座丸々使うぐらい。
商標法の一条だけでその時話をするんですけど、でなぜかって言ったら、商標ってまずベースの考えがめちゃめちゃ重要なんですよ。難しいね。で、商標が多分一番ね、面白いんだけど大変。いつも言ってるように、例えば商品、要するに商標って皆さんブランドでしょ？だ商品 A に商標 X を付すなんていうのは、何言ってるか分かんないですよ、問題だと。でも具体的に言うとやっぱり難しくて、例えばよくね、講座で言うのが、ティッシュペーパーだよね。ポケットティッシュ。ポケットティッシュに商標を付しますよと言った時って、これってじゃあ例えばエリエールって商標を付したら、多分皆さん、ああ、これポケットティッシュのことなんだなって分かるんですよ。でも、その商標にビッグカメラってついてたら、多分ビッグカメラが外で広告で配ってるだけなんですよ。ティッシュペーパーがビッグカメラだと思わない。でも、エリエールって書いてあったら、きっとエリエールのティッシュだなと思う。でも、これが問題になると、商品 A に商品 X を付すになるんですよ。同じになっちゃう。って言った時に、そこでビッグカメラっていうふうな言葉を思いついたのか、エリエールと思いついたのか、もしくはシャネル。ね、やっぱシャネルって書いてあったら、やっぱそれって、シャネルが関係してくるのかなと思うし。でもなんかさ、やっぱりね、綺麗なティッシュにシャネルって書いてあって、デパートでもらったって、伊勢丹でね、伊勢丹とかモダキューでもいいですけど、そしたらシャネルのティッシュだと思うけどさ、やっぱ JR の駅の改札近くで薄っぺらい時々紙質のあるポケットティッシュがあるじゃない。誰になんか汚い字でさ、シャネルって書いてあったら、多分シャネルなんか適当に配ってないと思うでしょ。シャネルが配ってると思わないですよ。商標って実はその使い方とかついてるブランドによってすげえ考え方が変わって、だそれが面白いんですけど、受験生にとってはやりにくい。だそういった意味では、そもそも商標って何なのって話は結構私すげえかけるんですけど、時間だそういう強弱をつけた勉強というのがすごく大事になります。でだからもう結局最終的にはその勉強を進めるっていうことですね、をやっていただければいいのかなと思います。で、講座の中の話をちょっとしたいと思う。じゃあ、講座使ってどうやって進めていくかっていうことで、ちょっと話をしたいと思うんですけど、で、私の、ちょっとこの、全体のパンフレット、ちょうどね、ホチキス、パンフレットの見開きなんですね、生ですよね。楽だね、これね。よかった、よかった。で、ちょうどパッと開いたらここが出るんだね。素晴らしいですね。で、全体って、こっちはね、アウトプットですから無視してください。こっちは、演習のコースなんで、で、時間があれば多分やるって形になっちゃうと思います。現実的には。で、多分こっちがすごく重要で、まず勉強のスタンスとして、これ大事なのがあってね、要するに今何ができるか、特にね、2年目の人と、1年目の人もここを合わせて、2年目以降の人とやり方がいろいろ変わるんですけど、これってね、今ここに書いてるうち、これがね、10月31日までなんですけど、これが今見れます。スマートコース、入門コースで、これ44から1時間、1回1時間で、で、今日ね、生だから私あんまり動いてないんですけど、収録はめちゃめちゃ動いたりしてるんで、へんてこな動きしてますから、これね、こうやって生でやるとみんな視線冷たいでしょ。私が変な動きしても絶対さ、一緒にやってくんないじゃない。で、通信はほら、スタジオでやってるから誰もいないんで、私がいきなり変な踊りをしてもさ、何もしらけた顔にされないので、好き勝手にやってるんですけど、で、ここがまず44回あって、だここをしっかり見るっていうのが、実はだからもう10月スタートなんですよ。で、今日も8月でしょ。あと2ヶ月しかなくて、で結構10月から勉強していくってなると結構大急ぎなんですけど、でその前にもうここのベースの内容をここで押さえちゃえばいいんです。まず44回で、これは1年目の人も2年目以降の人をまずもう見ていただきたくて、でこの44回のところをしっかり見て、でさらに今このこっちのあれかな、真ん中に入っている受講料スケジュールのご案内で、でその中の16ページっていう、別に画面見てもらえばいいですよ。で、今の講座ってこういくつかあるんですけど、実はこの中でもう見れる講座があって、で見ていただきたいのがここの論文シリーズなのよ。論文書き方講座、論文ユニット構築講座、論文スキルアップ講座、これがもう見れます。だから実は、1年目の人はね、ちょっと厳しいかもしれないですね。ただね、実際、私これ、これってスマートコースと共用なんですけど、スマートコースってここ見るタイミングっていつかって言ったら、この入門講座が終わったタイミングなんです。入門講座が終わったタイミングで、見ていいですよっていう講座になってるので、一応入門講座が終わったら、見ることできるはずができますので。
だからそういった意味では、この10月が始まる相手の間に、この論文書き方講座、ユニット講座、スキルアップ講座を見ると。で、これを見るとどうなるかということで、要するに単独の論文のベースとなる知識を早い段階で作っちゃいたいんですよ。10月まで。だからもう結構、実はこれ講座数を全部足すと、結構の時間数があって、全部で77時間なんですよ。もうね、実は。だから、あと2ヶ月の間に77時間ですから、ということは、1ヶ月でだいたい35、6時間は見なきゃいけないと。1ヶ月で35、6時間、だいたい36時間だとすると、1週間9時間ですかね。結構あるんですね。毎週9時間も実は見なきゃいけないっていう。っていうぐらいの講座で、で、そこを実はしっかりで、1年目の人はここまで行かなくてもいいです。で、これから勉強始めようと思ってる人は、ここの入門講座をもしかしたら2回見てもらった方がいいかもしれません。で、実はまあ、この基礎力セットアップ講座と、実はこれやってる内容は、まあ似てるんですけど、ちょっと話し方だから変えます。ここの基礎力セットアップ講座。ただこれって今直前に申し込むと見れないので、一応まあここでやった時に、まあ、全く見たことがないよっていう状況の方でも、まあ、できるようにはしますけれども、で、入門講座の時って、ちょっとまあ板書が画面に出てくると思うんですけど、で、それがちょっとダウンロードできるかどうかわかんないんですけど、私。ただそのね、まあ、基礎力セットアップ講座でもそうなんですけど、ここって私ね、入門の時期って、穴埋めレジュメ使ってるんですよ。で、あの穴埋めレジュメが、100%ちゃんと再現できる状態まで持ってってほしい。穴埋めをね、ちょっとポコポコ。要するにテキストの内容に基づいた、今回これ理解してくださいっていうね、穴埋めのレジュメがあるんです。で、そこも、なんかね、なんとなく分かりましたってレベルじゃダメ。まずそれが100%理解できますよってところまで持ってってもらえると、すごく楽です。なので、まずは、8月、9月の間に、この入門講座のところ、で、これを1回、ないしは2回。2年目以降の方は1回でいいです。で、今年から始める方は、できれば2回見ていただく。でも2回見ただけで80時間になっちゃうので、で、結局そうすると論文の講座が多分回せないかなと思います。でもそれでもいいです。基礎をしっかり固めることが大事なので、で、まずそこをしっかりと進めていただきて、で、10月から用意ドンって形で勉強がスタートします。で、特にやっぱりもう皆さん、この8月ってやっぱり早い段階でガイダンス来ていただいてるので、絶対担当受かるぞって気持ちでしょ、今来年の。だったら今のこの時期からしっかりやっていただければいいと。で、そこの実際入門講座が何やるかっていうと、これ担当のこれもんとかを使って皆さん並行で落とし込みの作業というのを私やってもらってます。で、担当これもんっていうのが何かというと、私のこの今日のレジュメの後ろの方ですかね、サンプル載ってるの。で、これまあ若干バージョンが古いパターンで、今もうちょっと今年21のバージョンが出てくれば変わるんですけど、で、担当コレモンというのが、まあ、後ろのレジュメの13ページってやつですね。で、何かって言ったら、条文ごとにこのコレポンっていうのと、まあ、コレポンある場合とない場合があるんですけど、過去問が載ってます。で、これ何の教材かっていうと、私自身はもう過去問至上主義ですね。過去問さえ理解できればいいと思ってます、まずは。で、今年の問題も難しかったと言ってるんですけど、今ね、バージョン21っていうのを作る。まあ、21ってのが今一番新しいので、まだそれ未開封なんですけど、で、21って令和3年の問題が入ってるんです。で、令和3年の問題を今全部4法は入れてみたんですけど、結局今までの過去問の論点なんですよ。めちゃめちゃ新しい論点っていうのは、まあ、何枝かはあるんですけど、要するに何ですかね、過去問でも問われたことがない条文。初めてこの条文出たぜ。例えば、査証の準用がないとか。あれは今年の、問題も法改正ですからしょうがないんですけど、ただ今までのところってね、ほぼ過去問なの、やっぱり。で、過去問出てるところを潰せれば、実は合格点いくんです。これは。手広げなくても。だから過去問絶対やってほしくて、この条文ごとに、この過去問の問題出しでまとめてます。平成14年から。だから通常の過去問に比べてめちゃめちゃ多いんですけど、で、14年からまとめていて、その中で共通してる論点をこれポンって形でまとめてるんですよ、これ。これだけのポイントって意味なんですけど、これポンって。で、これポンって、で、今さらにね、バージョン21だと、これポンごとに問題が並んでいて、これポン1の問題、これポン2の問題って形で、問題も全部相当し直しちゃってるんですけど、で、多分これポン1、査定刑審判の場合、全員で請求するとか、3つあります。132条の中で、これポンが3つあるっていうのは、これ今までで2回以上問われてる論点です。要するにポイントね、2回以上問われてる。だからまずはそこをしっかり抑える、優先順位としては。っていう形で、まず優先順位をしっかりつける。
で、それを抑えた上で、さらに試験で出ていない条文の問題を解いていくということになります。で、さらに落とし込みっていうのを私の場合やってもらうんですけど、落とし込みって何かっていうと、四法対照とかを使って、この問題が条文のどこから出てるかっていうのをチェックしてもらいます。それは自宅でやってもらう、ちゃんと。で、それ別に普通の過去問集を使ってもできるんですけど、これ条文ごと並んでるからめちゃめちゃ早いんでね。で、例えば、これね、132条とかっていっぱいありますけど、ほらほらね、こうやって103、次のページ139条なんかさ、2問しかないんだよ。ってことはもう139条自体が重要度が低い。140条ありません。ということなんで、これもう重要度ほとんどない。っていう形で、そこで重要度もわかるし、あとはその問題文を使って、条文のどこから出てるかっていうのをチェックしてもらいます。で、これ落とし込みって言ってるんですけど、なんでこれをやってもらうかというと、条文を読んでほしいんですよ、皆さんに。で、条文を読んでほしいんですけれども、ただ条文読んでくださいって言ってもさ、やっぱよくわかんないじゃない、何読んでいいか。だから過去問使って読んでくださいって言ったんです、これ。だ、別にここに関してはわかんないとか飛ばしてもらっていいですし、毎回毎回めちゃめちゃ丁寧にやる必要もないと思ってます。ただそういうことやって条文をしっかり読んでくださいっていうことになってます。で、これを最初の段階でやっていただくと。で、これが実はずっとこの落とし込みとかっていうのを最初にやっていただいて、基礎読セットアップで。で、次に単刀解法習得講座っていうのになるんですけど、で、ここに来ると4本を平行にやってきます、もう。だから基礎力セットアップで一旦並列、なんですかね、それぞれの法域の勉強をしましたので、で、次に単刀解法習得講座ということで、これ今度は制度ごとに見ていきます。例えば審査ってどうなってるかな、特異小それぞれどう違いますかとか、審判でどうなってますかとかっていうのを、ある程度4法平行で見ていくっていう講座になります。で、それで知識を再整理していただきたいということですね。で、まあそのテキスト自体はパンフレットにもなんか出てると思いますけど、次のページかな、こういう感じで。まあ4法がこういう感じで、まあ並んでるという感じですよね。で、まあ速攻ポイントというのが、まあ一言の、まあ、まとめが書いてありまして、あとは要点チェックとか青本チェック。青本で必要なところも抜粋してきてます。だ、テキストをしっかり読んでいただければ、青本読んでることにもなると。で、さらにね、一応私は毎回講座をいろいろ考えていて、今回ね、単刀解法の講座はちょっとまたさらに変えていて、今、バージョンを。で、何が変わってるかとね、さっき言ったコレポンがめちゃめちゃ重要なの、やっぱり。で、コレポンがめちゃめちゃ重要だから、例えばちょっとサンプルで一個印刷してきたんですけど、今ね、今年のね、四法対処の講座はちょっと変えていて、コレポンに一応理由つけました。こういう感じで。だ、このコレポンって、なんでこうなってるんですかみたいな。いうことで、だ、そこまでしっかりね、本当はこう質問とかしていただきたいんですけど、なかなか皆さん質問もないので、だ、コレポンごとに一応最近、今回の、担当会議のテキストは一応理由付けをしていると。だから、そこしっかり読んでもらえば、コレポンの理由もちゃんとわかるし、ってことは、それって品質の問題ですから、まず優先度が高い問題がしっかり解けるようになります。で、そこを解けた上で、残りの部分ですかね、残りの、あんまり問われてない条文の問題だとか、そういうところを潰していけばいい。だから、すごくよく出る問題、よくすごく出るポイントから中心に進めていけばいいんです、勉強。で、そういうふうに、まず優先順位をつけてやっていくっていうのもすごく重要ね。っていうのが、担当の対策です。で、これをずっと試験直前までやっていく。で、わかんなければ、聞いていく。っていうことを繰り返しさえしてもらえれば、すごくよくて。やっぱね、分かんないとか分かんないもほっとくのがよくないので、そこをしっかりと聞いていただければいいかなと思います。で、さっき言った、今のタイミングでこれがまあ44回ありますから、で、論文の対策なんですけど、論文の対策に関しては、まあ、この3つの講座ですね。で、論文書き方講座はどんなふうに書きますかということで、私の論文基本戦略があります。で、そこをやっていただきたくて。で、特に、2年目以降とかで、まあ、ただ L ゼミをね、例えば冬にあったりするんですけど、今年12月ぐらいかな、L ゼミとかあるんですけど、やっぱ L ゼミとか取ってみようかなという方は、ある程度論文を書けなきゃダメなんで。で、まあ、出てみても結局論文書けませんだと、ね、あんまり講座を取ってる意味がないですから、だから L ゼミ取ってみたいよという人は、論文をしっかり書けるようになっておいてほしいということで、論文の学習をやっぱり並行してやっていただきたいと。で、1年目の方は、そのさっき言った入門講座をどれぐらい潰せるかってところがすごく大事なので、入門講座をしっかり見てもらって、2回を見るのか、もしくはこっちに進むのか、それをお任せします。で、2年目の人は、入門講座を1回見てもらったら、こちら側、論文の勉強に進んでもらって構わないと思います。で、私の論文の勉強の仕方っていうのは、もうこれも決まっていて、
基本的には項目出しと内容書きになります。で、論文っていうのは、基本的なスタイルですけど、論文ってすごい難しそうでしょ。で、論文ってね、実は難しくないんですよ。で、単独と論文だと、私は論文の方が簡単だと思っていて、なぜかっつったら、10のこと書けるから。単独は知識細かいから、やっぱ大変ですよ、解くの。で、論文って、これからね、勉強始めようという人は、なんかさ、こう、何でも書けそうに思うでしょ？なんか、で、そうじゃなくて、実は答え決まってるんですよ、論文も。答えは一通りなの。で、ほら、私が、これもよく講座とかガイダンスで言うんですけど、例えばこっから東京駅、まあ今新宿にいますけど、新宿から東京駅までどうやって行きますかって言ったら、もうこれ中央線なんですよね、やっぱり。で、まあまあ丸の内で行ってもいいでしょう。まあ JR 止まってたらね。で、まあ中央線止まってて JR で行きたいんだったら山手線でも行っていいでしょうっていうことなんですけど、まあなかなか、東京駅まで行くのに、こっから一旦なんか埼京線で赤羽まで行って、赤羽まで行って、で、赤羽からなんかその湘南、向こうなんだっけ、東京秋葉原ラインとかでしたっけ。なんかまあ宇都宮線とか高崎線使って東京駅まで行くとかっていうのは、これはちょっとイレギュラーでしょ。とか、あとはこっから新宿から埼京線で大宮まで行って、大宮から東北新幹線で上野出て、で、上野から新幹線乗り換えて東京駅出るってさ、ちょっとかなりマニアックじゃないですか、もう。でも、行けるんですよ、別に。それ別に行っちゃいけないって理由はないんで、東京駅行くのに。で、まさにそれが実は論文が同じ考え方で、じゃ何でも書いてもいいかと思うんですよ。でも、実はそれはダメで、書くことが決まってるんです、これ。で、これ書いてください、あれ書いてください、これ書いてくださいって決まっていて、でもそんなの分かんないじゃん、何書いていいか。で、何書いていいか分かんないから、試験員はどうするかっていうと、問題文に書いてほしいキーワードを入れるんです。これチェックポイントとか言うんですけど、で、ある言葉が入ってると、これを書かなきゃいけないっていうのが実は決まっていて、論文試験って。だ、論文の問題がこうあるんですけど、論文の問題があったら、皆さん受講生とか受験生は読んで、この言葉が入ってるから、この項目を書きましょうとか、この言葉が出てきたから、この項目を書きましょうって、実はこれ決まるんですよ。で、このことを言ったんであれば、実はこの言ったことから3番目のことを書こうみたいな。っていうのを実は組み立てていくのが論文の勉強です。だ、問題文を読んで、これまあ項目出しって言うんですけど、何の項目を書くかっていうことです。で、この練習は何でしますかさ、これは過去問です。過去問の問題を読んでいただいて、何の項目を書くのかっていうのをピックアップしていただきたい。で、これちなみに講座だと、論文、スキルアップ講座というのを対応してるんですけど、で、一応論文スキルアップ講座を取っていただければ、論文の過去問集が全部お配りできるようになってますので、で、それを使って練習をしていただくと。で、ただ、何の項目を書くかさ、今度これの勉強が必要だよね。これを何書こうっていう。で、この一個一個のパーツが、実は論文これもんってやつです。で、私もとにかく過去問至上主義と言ったように、過去問が絶対重要だと思っているので、だからこの過去問のレジュメを覚えてほしいんだけど、これ覚えても使い勝手が悪いんですよ。すごい長いから、ごちゃ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 。で、長いので、どうするかっていうと、論文これもんって形、そのパーツごとにばらしてます。こういうふうに。定型文って形で。これまあ私のレジュメの15ページですけど、で、これを特許だとね、7、80個かな。一生懸命だと3、40個ぐらいあるのかな。っていうのをこうばらしてるわけ。で、これ過去問のここで書いてあるでしょ。平成26の1って。26の1から抜粋してきてます。で、過去問のパーツを抜粋してきて、で、それ用に問題を作ってます。だから論文これもしっかり勉強すれば、論文の過去問で書いてあることが勉強できるということになって、これをしっかり回すことによって論文の中身が書けるようになります。あとは何の項目を出すかっていうのは、論文の過去問を勉強していただければいいと。それが論文スキルアップ講座に対応しているということになります。で、論文に関してはこのチェックポイントをうまく探すと。で、私結構論文に関してはちょっと指導法が若干特殊で、要するに点数を取ればいいと思ってます、論文に関しても。で、論文も点数がつきますから。だからそういった意味での、勉強のベースの仕方、なんですかね、理解の仕方っていうのがやっていただければ、論文に関しては自然と書けるようになりますよということになります。で、そこは並行に勉強として進んでいただければいいですから、これがまあ下側ですかね、パンフレットの下側になると。で、ただ、やっぱり論文のね、ちなみにできるのは年内ぐらいかな、年内から1月ぐらいまで、担当皆さんあるから。
だから1月ぐらいまででどこまで論文の勉強が進めるかっていうのがあって、で論文の勉強が終わったタイミング、論文から担当の勉強に切り替えようと思っていて、今まで論文で使ってた勉強時間を下3歩に割り当ててくればいいと、私の考えというのは。だからずっと論文年内やってるでしょ。例えば担当の勉強を15時間やってます、論文5時間やってますということであれば、その論文の5時間の勉強を下3歩に割り当てればいい、そのまま。だから下3歩の勉強を始めたら論文の勉強はやらない、という勉強の仕方ですね。そこで明確な時期は分かれますから、そういう形で、進んでいただくということになります。はい、ということで、ちょっとバラバラと話をしてしまいましたけど、とにかくやっぱりしっかり考えていただくっていうことが大事で、覚えなきゃいけないことっていうのもあります、いくつかは。あるんだけど、極力覚えろって話は私はあんまりしなくて、単純で、私自身が覚えられないので、やっぱ自分が覚えられないことをね、皆さんにやってくださいっていうのは、それはちょっと無責任すぎるっていうのと、覚えるって作業は皆さんができますんで、これはもう最後の最後の手段だと。だからこちらとしては極力、覚えなくていいようなスタイルっていうので、提供して、情報を提供してきますから、自分の中で考えてもらって、で、これは覚えなきゃいけないというのだけ覚えていくということ、それからあとは、ここに対して覚えた方がいいですよというのは、中にはあるんでね、要するに理由付けがあまりないっていう、それはもう覚えなきゃいけない。例えばもう期間とか覚えるしかないよね。例えば自分から発明しちゃった、発明を発表しちゃったと。で、発表しちゃった後に、出願できますと。で、これ1年。1年間だったら出願していいですよってなんですけど、なんで1年なんですかって言って、それもそう決まってるからなんですよね、それは。もうそれは覚えるしかない。だから、覚えなきゃいけないこといくつか出てくるので、それについては、覚えていただくと。ただ、全部覚えていくと、もうそれは足んなくなっちゃうから、勉強するのは。だから極力理解できるところは理解でいく。で、理解するってのはやっぱ人によって考え方が違うから、さっき言ったように間違えたんだったらそこはしっかり聞いてほしい。ということで、勉強のを進めていただければよろしいんじゃないかなと思います。はい、で、今言ったように、その優先順位をしっかりつけて、あとはやるべきことさえはっきりしていれば、十分秋からやっても担当試験でうまくいけば論文口述って形で進むことができますので、ぜひね、やっぱ来年5月の担当試験目指して頑張っていただければと思いますと。はい、っていうところで、だいたい時間的にはこれぐらいかなと思いますので、また何かわからないことがあればご質問していただければと思います。はい、じゃあ今日のガイダンスはこれで終わりにしたいと思います。皆さんどうもお疲れ様でした。